はい、タバコの巻き紙動画、始めていきたいと思います。今回はこのリズラのオレンジです。これは非常に、他のね、なんか、巻き紙レビューとかしてる人らからすると非常に、まずい。という評判のね、ペーパーでございます。まあ、どこがどうまずいのかっていうね、これ実際に検証していかないと。まあ、意外と俺だったらうまいんじゃねっていう。俺だったらうまいかもわからん。ね、人の、個人差がありますから。ね。個人差がありますから。これはワンチャン俺うまいんじゃないっていう。パターン。あり得る。あり得るぞ。それでは。ああ。厚さはこんな感じですね。ほぼ透けてないです。うん。まあ、普通の巻き紙の、ノーマルの厚みでしょうね。まあ、巻き紙といえど、薄けりゃ薄いほどいいっていうことでもない。まあ、おそらくフリーバーニングでしょうね、これはね。フリーバーニング。それは吸っていきましょう。あー、臭い！臭い！もう一瞬でわかる。なんだこの臭さ。臭い！もう髪がね、燃えた時の煙をね、吸ってるような、ダイレクトに吸ってるような感じ。ここまで来るとほとんどタバコの味が逆にしないですね。ああ、これはまずいな。もう一口目で一瞬でわかるよ、この。ものすごい、味が、香りが。まだマキマサの普通紙の方が、まだマシかと思われるレベルの異常なほどこの臭い。これはまずい。間違いなく。この鼻に抜けてくる、この謎のこの臭さ。この焚き火を燃やした時の煙をそのまま吸っているような。どぎついですね。これどぎつい。えげつない。これはえげつないですね。えげつない。これは賛同するわ。臭い。もうダイレクトに臭い。もうやっぱりね、まずさの王道ね、このリズラのオレンジはね、絶対的にまずいというのはもうね、一瞬でわかりますね、これね。その煙の香りしかしないんで、逆にタバコの味をすべて帳消しにしているという。1ミリもタバコの味がしないという。もはやこれ何のタバコ吸ってんだっけっていうレベル。ダメだな、これ。お話にならない。しかもこの燃えやすさ。このものすごい高速に燃えてくる。
もう吸い終わるんだけど。早っ。これうまいっていうやついるのか？これ逆に。即刻これ捨てるレベルですね。これコレクションのために取ってあるけど。捨てるレベル。これなぜか、ドラムのオリジナルについてた巻き紙ですね。逆にこれで評価下がるんじゃないか。ドラムの評価多分下がるぞ、これね。即刻ドラム売ってる会社も、付属の巻き紙を別なのに交換した方がいい。ね、絶対的に交換した方がいいでしょう。ん？まずい。実にまずい。こんなの吸うやついるのか？好んでこのリズラのオレンジを吸うやつはいるのか？これは一つ星ですね。これ一つ星。ご視聴ありがとうございました。